皆さんこんにちは、社長の渡辺でございます。本日は大変お忙しい中、テルタホースにお越しいただきまして本当にありがとうございます。開幕にあたりまして、私どもトヨタの提案をご紹介いたします。出展のテーマはハーモニアスドライブ、人と地球と走る新しい明日へといたしました。人と地球と走る、この言葉は持続可能な発展に貢献するためにトヨタが取り組む方向を示しています。そのキーワードは3つのサステナビリティでございます。1つは人と地球と共生できる車社会を目指したサステナブルモビリティ、2つ目は自然と調和するものづくりを目指しましたサステナブルプラント、そして3つ目はサステナブルな人と社会への貢献活動、その3つでございます。おかげさまでトヨタは今年創立70周年を迎えることができました。これを機に今後はこの3つのサステナビリティの考え方に基づき、さらに質の高い次なるモビリティ社会の実現に向けて世界をリードする気概で取り組んでいきたいと考えております。今回の東京モーターショーにおきましては、このサステナブルモビリティの実現に向けた新たな技術開発の方向を示す4つの提案を出しております。それは環境、エネルギー、安全への対応を中心としたものでございまして、1つ目はパッケージの革新、2つ目はエネルギー効率を高める革新的な車作り、3つ目は乗るほどに健康になる車、4つ目が人との一体化を追求した新しいモビリティでございます。まず初めの提案は、これまでの車作りの常識を覆す高効率な革新的パッケージでございます。超コンパクト化、この IQ コンセプトでございます。3メートルを切る短い全長でありながら、大人3人と子供1人が乗ることのできるゆとりのある室内空間を確保いたしております。品質はもとより安全性能も高いレベルを追求いたしております。優れた燃費による CO2 の削減など、高効率パッケージという新しい視点での環境性能向上への取り組みもしっかりとやってまいりました。近いうちに市場に投入できるレベルまで仕上がっておりますので、どうぞご期待いただきたいと思います。続きまして、人や社会、そして地球と調和する車の姿はどうあるべきか、さらなる未来に目を向けた3つの取り組みを紹介したいと思います。その1つ目は車作りを革新し、高いエネルギー効率を追求する技術でございます。車の使用、性能、素材から全製造プロセスに至るまで全てを原点から見直しました。こうして重量を X 分の1に軽量化することによりまして、エネルギー効率を X 倍にすることを目指しております。これが X 分の1と名付けましたコンセプトカーでございます。軽量かつ剛性の高い新しい素材として炭素繊維強化プラスチックを採用するなど、軽量化を徹底的に追求いたしました。その結果、車両重量は 420kg を達成いたしております。また化石燃料の消費を抑制する FFV フレックス燃料車といたしまして、排気量も 5000cc のエンジンとプラグインハイブリッドシステムを組み合わせをいたしました。これによりまして燃費は現在のプリウスの約2倍を目指しております。2つ目は健康に着目した新しい視点での研究開発でございます。コンセプトモデル D と申します。人が車と関わる中で心と体を健やかにしたいという新しい視点から人への優しさを追求いたしました。
人を中心としたこれからの車作りの方法を示していると考えております。シートは美しく背筋を伸ばして凛と座ることができます。ハンドルに内蔵されましたセンサーによりまして、リラックスとかあるいは緊張しているといったドライバーの心理状態を推測いたしまして、それに応じたイメージ映像をメーターに映し出すこともできるようになっております。乗れば乗るほど心と体に良いリズムを生まれる心と体に良いリズムが生まれることを目指してまいりました。最後にご紹介するのは新しいモビリティ社会を見据えた提案でございます。パーソナルモビリティ、アイリアル、これでございます。これからのモビリティの新しい在り方を示していると思っております。先ほど私が運転し形を変えて走る姿をご披露させていただきましたように、高度な制御技術によりまして走行状況に応じて車が長さ、高さ、傾きを変えて乗る人の思いのままに一人で自由に行きたいところへ移動することができるようになっております。さらにセンサーによりまして人が近づいてきたことを検知し、音や振動で乗る人にお知らせする機能なども備えております。さまざまに変化する色はアイリアルの動き、存在を周りの人に優しくさりげなく伝えるものでございます。人と車の一体化、あるいは車と車の触れ合いをも可能にする社会を目指して実用化に向けて熟成していきたいと考えております。今回はこの他にも車の新しい楽しみ方を提案する ICT などさまざまなアイデアを提案するコンセプトカーを出展いたしております。皆様からの忌憚のないご意見をぜひお聞かせいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。それではこれから映像でいろんなシーンをご紹介したいと思います。その後は引き続きまして隣のレクサスのブースでのプレゼンテーションを行います。よろしくお聞きいただきますようにお願いを申し上げます。どうもありがとうございました。今からアイリアルと一緒に帰りたいと思います。それでは一緒に帰ります。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。